神田賢治は、日本の政治家、税理士。自由民主党所属の衆議院議員、元内閣府大臣政務官。大分県楠郡楠町出身。現在は、名古屋市中村区のりたけ一丁目に在住。ストック高等学校、中京大学文学部英文学科卒業。1987年、中京大学大学院法学研究科修士、家庭修了。 1989年、愛知学院大学大学院小学研究科修士、家庭修了。1991年に税理士登録し、名古屋税理士会名古屋投資部に所属。以後、約20年にわたり、顧客や取引先の倒産や自殺、夜逃げ等の問題に直面した。2000年に、神田賢治税理士事務所を開業し、 総務省の政治資金監査人や日本国際社会事業団の評議員を務めた。2012年、第46回衆議院議員総選挙に自由、民主党公認で愛知国から出馬し、民主党前職で元農林水産大臣の赤松博隆を1795票の僅差で破り、初当選した。2014年の第47回衆議院議員総選挙では、 愛知5区で前回下した赤松に敗れ、重複立候補していた比例党会ブロックで復活し、再選。2017年の第48回衆議院議員総選挙では、自民党公認で愛知5区から立候補。対立候補は、立憲民主党に倉返した赤松と希望の党が、擁立した全稲沢市議会議員の新人。日本共産党は候補者を取り下げた。 赤松に敗れるも、再び比例東海ブロックで復活した。2019年9月、第4次安倍第二次改造内閣で内閣府大臣政務官に就任。ありがとうございます。